当に僕すごく怖かったんですけど、はいはい、あ金玉が、はい、夜寝る前になっためっちゃうずいて、はい、もう半年ぐらい前かな、はいはい、何やろうって思ってたんですよ、はい、でもなんか次の日ぐらいになったら治ってるんで、はい、まあまあええかと、うん、ほなまた3、4日ぐらい経ったらまた夜ねちょっと金玉がこううずくのよ、はいはい、でこれがあんまり1ヶ月ぐらい続いたんでさすがにちょっとこれはやばいなと思って、うん、で病院行ったんですよ、はい、ほならちょうど僕と同じか1個上ぐらいのおっさんの医者が出てきて、はい、生の手でなんかつけないと何もなしで、ほんとこう立たされて1個上のおっさんに俺が中3の時多分高1やわ1個上のおっさんにもうすぐ金玉めちゃめちゃ触られてで結局診断の結果は筋トレのやりすぎやって言われて、はい、そんな下半身強化しよう思ってその頃頑張ってたんですよ。だから結局ジムの次の日に金玉が踏ん張りすぎてでしょうね、そんなだから僕国民保険使って1個上のおっさんに金玉揉まれてどういうことやったんかという話がちょっとありまして、新幹線乗ってましたら、なんかそのまあトイレ行こうかな行かんでもいいかなみたいな、どうしようか、ね、けど東京駅着いた時痛なったら嫌やなみたいな感じでこう乗って、ほんだら通路からおじさんがこう通りまして、はい、ほんだらこう向こうのねそのトイレの方の車両プーンと行きましたら、なんか明かりがパーンってついたんですよトイレの、はいはい、あなんかその明かり見たらなんかあ俺もやっぱトイレ行っとこうかなみたいな、そのおじさん出たらトイレで行こう思って、ほんだらおじさんが明かりが消えておじさんが来たんですけども、そのおじさんがトイレをね、帰ってきたらですよ、トイレを帰ってきたらですよ、来たよね、こうやって歩いてるんですよ。あれ、おーおー、いや、ちょ待て待てと逆逆思って行く前だよ、帰りやから、いや、意気揚々と行ってトイレ終わった後にこれいやいや逆逆を思いながら前変なおっさんおんな思ってで、まあまあもう僕トイレ空いてますんで僕もトイレ行ったんです、行きました、でまあまあ用足しまして髪拭こうかな思いましたら、これかもうこのもう言うてる間にリニアが走ろうとかいう時代に髪がないと、初歩的なこんなミスあんのかと、今時どうすんねこれってなった時に、あの便座拭くねシートあんのご存知ですか、ね、あ、知ってます、知ってます、じゃあ拭いてくださいって雑菌取るみたいなやつね、あるやん、ええのあるやん、うん、取ったす濡れてんすよ、あれウエットやから、ウエットや、これこっちの方がええやん思って、でそれでね、あやったことない、拭いたんすよ、あれね皆さんね絶対に拭いたらあかんすよ、なんでやったことない、あれウエットなんですけど、あれ実はアルコールなんですよ、除菌やから、僕ね吹いた瞬間にねギャーほんまにねあの肛門取れた思ったんですよ、それぐらい痛い、えげつない、もう全部肛門なくなった思って失ったと失ったもうまあもうけども根こそぎ切れになったからええわ、ほんで僕席帰る時ですよ、こうなって歩いて帰ってきて、何年か前の朝ロケで新大阪駅で、はい、セージがめちゃくちゃキレてんですよ、あれめちゃくちゃキレてんですよ、ロケバス乗り込んでくるやいなやはい、はい、朝からどうしたどうしたと聞いてくれや、今新大阪のトイレ行こう思ってうんこしよう思って、ね、しゃあないしゃあない生理現象やから、トイレ行こうと思って、ほんならトイレ入るところにトイレットペーパー、ね、売ってる、はい、それ買って隣に便座拭き取りシート売ってるから、はい、便座拭き取りシートも買って、ほんでトイレ行ったらうんこするとこ、全部和式やねんって言って全部和式なんて、それはそうか、なんで便座拭き取りシートを売ってんねんと俺は今日一日この便座拭き取りシートどうしたらええねんどうしたらええと思うっ
ってめちゃくちゃ俺にキレてるからあでもそれで顔でも浮いとけや、はい、誰の顔がピンキやねんって言ってみたいなことが何年か前にあったんですよ。で俺ちょっと前に京都駅でお腹痛なって、うん、ね、うん、やばこれかなりやばいやつやと、うん、もうなんかもうドーンドーンってもう来てんすよ中からもう薄いベニヤぐらいの壁をもうドーンドーンってあれあこれ やばいやつや思ってなんとか行ってほんなら京都駅の前にトイレットペーパー売ってるんですけどコインしか50円で1000円とか入んないんですよ。もうそっからもうスローモーションですよ。もう中ではドーンやってる俺は財布出してここに小銭があったかどうなのか、うん、うわ開けた小銭入れ開けた、うん、奇跡的に50円玉あって助かったよかった思って入れてガシャーンってトイレットペーパー取ってさあこっから勝負中開いてるかどうか分かりませんから入ったらうんこするとこ5つあって4つ入られてて一番奥だけ開いてる俺もティッシュペーパー握りしめてなんとか入ってドア閉めた鍵かけた下ろしたぐらいで間に合わずドーンってベニヤ突き上げてもパンツにガサーンってあってなってパッて見たらトイレットペーパーあるんですよ、なるほど鉄の容器の予備が3つ入ってんねん4つからあるんですよむちゃむちゃあるっていうお話大輔さんとこもお父さん来てはったりしてますけど、まあ、うちもちょっと親父の話なんですけど、はいはい、ええ、うち父親は、まあ、基本的に、まあかまあ、変わってる人間なんですけど、うん、昔ウサギを飼ってたんですね、うん、で、ある日この、まあ、近所の、まあ、野良と言いましょうかなんかこのイタチがそのウサギの足をバッと噛んだんですね。で、うわーっと思ってで、お父さんお父さんウサギがイタチに噛まれたって言ってで、うちの親父がなんやどないしたんや言って来てで、ウサギを解放するのかなって思ったら親父が一生懸命イタチを追いかけてるんですよね。まあ、子供ながらになんでウサギちゃうねん思いながらなんでイタチをずっと追いかけましてほら見てみやっと捕まえたぞ言ってちょっと行ってくるわ言っていやどこ行くんやろ思ってで半日ぐらい帰ってこなかったんですよね。何しとんねんイタチ捕まえてどこを持って行ったんやろ思ってただいまって言って帰ってきてあおかえりって言ったらそのイタチが剥製になって帰ってきたんですわけ分かれへんですよ。何やねん何やねんいやうちの親父がね木の根っこを集めるのが趣味でこの枝ぶりに合う何かないかってずっと探してたみたいでそれがイタチがちょうどええやろいのその枝ぶりのとこにイタチが混乱してこうほんでもうちのおかんが怒って、うん、こんなもん何に使うねんなって言って、うん、なんいや置いとけや言っていやあかんかんこんな役立てんの捨ててや言って、うん、親父もやっぱり捨てたくなかったんでしょうね、うん、あくる日見たらイタチの出んとこに自転車の鍵がかかってる。まあ短くて本当に大変面白い話が連続してる中、長くて嫌な気持ちしかしない。ちょっと話してる。やめろ。企画してんのかよ。あんたそういうとこあるよ。やっぱこう NGK ですし、まあテレビじゃないということで、まあどこでも喋ったことないし、喋るつもりなかったんですけども、今日はちょっと喋らせていただきたい話があります。僕吉本新喜劇入りまして、まあ、4年で、まあ座長にならせていただきまして、うん、本当にまあ4年なんかそんなもんすぐなったんちゃうんかいなというふうに思われる方多いと思うんですけど、まあ、そこまでには本当にいつか本で書こうと思うんですけど、それぐらいも、まあ、自分で言うのもなんですが、もう山あり谷あり本当に風が吹いたりもう台風に巻き込まれたりということがあったんですね。それで僕たちが座長になる前ですね、僕と川端さんがちょっと頑張ってる、なんか僕たち2人でなんかこうイベントとか、僕ら2人出てきたなぐらいの時にちょっと、誰とは言いません、上野先輩がですね、その人は別にいい人なんですけど、ちょっと、僕たちに対してライバル心というのか、いけす感、腹が立つなということで、うん、まあ僕たちは普通に新喜劇をやってたんですけども、その中のことで一回ガチガチガチ怒られて、一回もう社員の人が中入ってもう手打ちしようっていうぐらいのことがあったんです。まあ、その話はちょっと端折らせてもらいますが、まあ、涙の新羅会館という新羅会館でという焼肉屋さんで僕たちはただただ謝ってな悔しすぎて涙2粒落ちたという、まあ、涙の新羅会館という物語があるんですけど、その活躍するんですか
か、はい、それ聞きたいわ、涙の信頼が聞きたいわ。 LGK の裏にあった焼肉屋さんなんですけども、涙の信頼会館、はい、もう涙の信頼会館の話したらこのイベント終わってまいりますから、そういうことがありまして、それはまあ新喜劇の先輩たちにまことしやかにささやかれるようになって、僕ら二人がある先輩にむちゃむちゃ怒られたと。でもこっちはそんなに悪くないという評判だったんです。で、一之輔兄さんに、川端さんが喋ってた時に、一之輔兄さんは僕と川端さんとその人とも仲良かったんで、もう小籔と僕はとりあえずあの人と一緒にはもうちょっとあるしばらく飲みに行かれへんから誘わんといてくださいねって川端さんが一之輔兄さん言ってたんですよ、うん、まあなあそんなことあったしなみたいな、でも仲良せえやみたいな、いやもう僕らも一応謝っただけで腹の中では思ってますし、いや一緒に酒とかはちょっとしばらくは、ああそうかって言ってたんですけど、チャーリーさんとタスジーと柳浩二さんの還暦パーティーが新喜劇だったんですね同い年なんですね。それあって僕出て行ってたんですけどまあその、怖いまあ、先輩ね、まあ、怒られた先輩もおったんですけど、まあ、みんなでわーわー楽しくやってて、ほんで一之輔兄さんが終わった時に「お小籔この後何かあんのか」って、何もないです、ほんでちょっと行こうか、あ、わかりました、あいつも来るけどええかって言われたんですよ。もう誘い方がせこいんですよ一之輔兄さんとしてはもうなんとか手打ちもっと仲良くさせたいということで、はいはいはい、こう飲みに行かそうとするんですけど、あかんでって川端さんが言うてんのに、そういう誘い方して僕もあ罠はまったと思ったけど、まあ偉い人やし、まあ、しゃあないと、あ、はい、わかりましたって、ほんなら、その人とまあこれ以上言うてたら分かるかな、まあある先輩と、ほんで若手若手川端さん僕一之輔兄さんみたいなでお店に行くことになったんです。ああもう向こうの先輩もこんな感じですよ、ちょっと お前らも来んのかみたいな感じになってるんですよね。いや俺も行きたないですよ、お前のとなんか別に飲みたないけどもまあ一之輔兄さんというまあそのスイスみたいなね衛星中立国を間にしてるから行ってるだけの話で、まあ東西冷戦具合で言うとあんなもんこっちもいつでも行ったらみたいな気持ちですわあの時涙流しながら一応謝った。それはもう悲しいから泣いたとか怖いから泣いたんじゃなくて、こんなアホみたいなやつに頭下げなあかんのかという悔しさの涙です。ほんまやったら顔面どついてるとこでも読みはんとこでも背負ってるし、これから新喜劇の恩返しせなあかん、ここは頭下げよういうことですいませんでした、ポタポタってもう涙が割愛したんちゃうんかいどっちやねん、どっちやねん、やりたいそれ、涙の信頼会館聞いてほしいの、言うんかいな、もうないから今信頼会館割愛してこれです、はい、まあこう落ちていくの分かるぐらいでもまあ言って お前も来んのかみたいな感じで、すいません僕も行かせてもらいますって言ったら、うん、みたいな、まだ向こうもちょっと怒ってるわけですよ、まあしゃあない、ほんでまあ偉いさんたちバーッとこう先入ってもらって、で若手の子が「あ小籔さんも座ってください」って言ったんですけど「いやええわ」っつって、それなんでか言うたら、その怖い先輩の前とか座ってもらったらまだそこで揉めてもあかんから、もう僕対角線上座ろう思って、うん、ほんだらその怖い先輩一番向こうに座ったんですよね、うん、ほんで一之輔兄さんこっち座ったから僕一之輔兄さん前だ、一番遠いところに怖い先輩がおったんですよ、うん、で僕はもうおとなしくしとこう思ってボーッとったんです、うん、でまあそっちはわー喋ってて、普通だと僕も前までだとわーって入ってたんですけど、入ってもまたあかんから僕もシューンとしてこうおったんです。で、えらい喋るのは思んない話思いながらずっとまあこう飲みながらチクッとやるな、まあ心の中ではそう思ってるわけですよね、まあ、法善寺横丁のお好み焼き屋さんですよ、ちょっと高めの一之輔兄さんの知り合いの店みたいなとこでほんだらこう一之輔兄さんが「おお前子供生まれたやろ」って、上の子が生まれた時ぐらいやったんですよね、うん、あそうなんですよほんでまあ心配やろみたいな、そうですね、もう地獄のようなお金しかないですから、なんとかこう子供をちゃんと大学に行かせることができるんですかねみたいなこと言ってたんです、うん、ほんでお前将来芸人になりたい言うたらどうするみたいなこと、まあ一之輔兄さんも気遣って喋ってくれたんです。いや僕とこはすいませんけど芸人は絶対させません、おおなんでやねんお前親がやってたらやりたい言うんちゃうか、いやでもそれはねでも面白い DNA を持ってる人の子であればなったらいいと思いますけど、僕親がこんだけ苦労してて金ない金ない言うてんのに、うちの子供も絶対おもんないに決まってますし、そのうちの娘が上沼さんと友近としずちゃんとハリセンボンと鬼奴足して5で割るぐらいおもろかったら生かしますけどまあそんなオムライス出ませんわって、絶対ダメなんです、そうかみたいな、いやいやもううち芸人だけダメなんですよって言うてたら、その怖い先輩が「おい!」って言ってきたんですよ。え、はいっつったら「ねえ、なんでお前芸人させへんねんお前とこの子供」って言うんですよ。まだ1歳ぐらいです、うちの娘それが20歳でね、なんか喧嘩してるんだったらそれもあれですけど、1歳のもう未来予想図2の話ですよ、そんなことね、おいそれを「なんでや」みたいな、「いやちょっとね、まあ、あの芸人やってるから、まあ、だって芸人の子ってなったらねちょっとおもろないんじゃないですか」みたいな、
ねえ、俺は蜂蜜とも知り合いや。蜂蜜のことをなんか悪く言ってんのかみたいな。いや、そうじゃなくて、あんなもう人間力すごいし成功したのまれですやん。もううち僕おもんないですから、僕おもんなくてその子がおもろなるわけないでしょって。もうゾンビが高を生むことないんでね。いや、なんでさせんねんお前。お前大体そんなもん前の時もそうやみたいなことになってぶり返ってきたんですよ。僕は別に怖いとか申し訳ないという気持ち1ミリもないんですよ。ごちゃごちゃってなったから社員が間入って、まあ一応頭下げろ言われて涙の心中いかになってるわけですよ。謝ってはおるけども、何やそのパンチラやめろよ。見せるなら見せろよ。何そのパンチラ気になるわ。一時期ね、まあこれは大人となって謝ろうと思っただけで、心の底から別にリスペクトしてるわけでもないやつに頭下げられてるだけで、こっちは腹立ってるのにそんな感じで来てると。でもこれはあの納めなあかんみたいな、すいません、いやでもはい、いやすいません、はい、いやでもお前そんなもん、はい、だからお前おもんないんじゃ、はい、いやでもすいません、いやそんなやからお前あかんのんちゃうんか、なんや俺らの仕事も否定してんのか、いやそういうわけじゃないんですが、はいってなって、もうしつこかったから、うん、僕そんなタイプちゃうしめっちゃ下手れなんですけど、分かりましたって、もうどんな会話でもラッチ開かないですね、もう表でどつき合いしましょうって僕立ったんですよ。僕この人生初めてです、人も殴ったこともないのに。それぐらいでもラッチ開かんかったんですよ。ほんまに謝ってもこっちも腹立ってるし、何調子乗ってんの、おもんないくせにこらみたいな。15年後絶対抜いたろうかな思って、まあ今は余裕で抜いてるんですけど。いいんだよ言わなくても。その時は何やねんこいつ思って、でもすいませんすいませんって、嫁はんと子供のため思ってずっと頭下げてるの、まだ来るか分かりました、ほんだもうやりましょうみたいな話、もうラッチ開きませんわと思って言って、やりましょうって、もうボッコボコどついてありますわみたいな言うたんですよ。ほんだら一之輔兄さんここにあって、もうまあ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 お前もうこれもう何熱なってんねや言って、まあ、愛媛出身がちょっとなまってるんですよ。それはいいやん。小籔もお前も何熱なってんねやお前。それはいいやん。いやいや、まああの一之輔さんすいません、いやあのもうこれは一回もちょっと勝負つけんと、これもうラッチ開きませんわまだ言うてたら向こうが泣き出したんですよ。ようあるヘタレのアップかましたけど、かまし返されたらめっちゃ泣き出すやつがおるじゃないですか。僕よりだいぶ年上ですよ。ダッセこいつ思ってる、死ぬほどダサいや思って、怖なったんか知らんけど、何の感情か分からへんけど、ああお前何でそんなわけ、えっえっって何やお好み焼き屋でな、お前が涙のお好み焼き屋なっとるやないか、そんなこっちから涙の信頼会見やったけど、お前涙のお好み焼き屋やないか思いながら、でも思いながらそんな関係あれん、こんなもん泣いてるので余計腹立って、お前何やねんみたいな、いやもうどついてありますよ、とりあえず行きましょう、うん、言うて、うん、いつもまあまあまあ何言うてんねんお前、もうちょっと熱なるな熱なるな、お前も小籔もな、もう仲良せお前も、お前もお前ももうええもうええみたいな、俺の知り合いの店で何やってんねんって言われたんですよ。その時にハッてなって、そうやと思って、ここ一之輔兄さんがなんか昔から知ってるっていうお店やったなと思って、あこれはあかんなと思ってパッて見たら、もうカウンターの鉄板のところで女の人2人がっていう顔してるんですよ。新ケーキのやつ来てめっちゃ揉めてるみたいになってる。あこれはあかんなと思って、あそうでしたね、本当にあの一之輔兄さんの知り合いの店ではちょっとあれでしたね、すいませんでした、で一之輔兄さん謝ったんですよ、うん、ほんだらそれを聞いたと同時に一之輔兄さんがほんまな、まあもう収まってくれたらええけど、なんやお前らはってめっちゃ聞いてたんですよ。えぇってなって、えちゃんとあんま症状つけへんけど、いやもう謝ったやんってやめろ言うてんのに、やめろ言うてるやろお前らなあお前、わしのことなめてんのかお前、わしは昔ヤクザとも喧嘩したことあんねや、なあお前らなめてんのかわしのことお前、やったんだやったんだおらやったんだお前、一之輔兄さんがめっちゃヒートアップしだしたんですよ。ようあるなんかこう収まったけど喧嘩収まった後になんか俺まだキレてないなと思って急にキレ出す強くするみたいなのおったじゃないですか。その時まだ60になってないです、もうほぼ58ぐらいのじじい、収まって謝った瞬間キレ出して、こいつめっちゃダッサー思って、一之輔兄さん死ぬほどダサかったという話です。あそういうことをやったんですかという話がまたあるんですよ。あの未だにですけど、うん、僕のことを外国人やと、うん、松本さんと
かもう僕は日本人という認識を分かってる。でも俺、うん、確かに最初の頃もっと昔見た時はちょっと思ってたわ、うん、まあ今でこそね、うん、なんかハーフ芸人やとか言うて出てきて なんか外国人に間違われるっすよみたいに言いますけど、うんうんうん、僕からしたら、うん、いやそれはもう外国人やもんと俺生粋の日本人で今までおまわりさんにパスポート見せろ言われたりだとかはいはいはい、そうかずっと言われてきたわけですよ。向こうは地入ってるからな言うても、地元の、うん、レンタルビデオ屋にバイトをちょっとしたんですよ、はいはい、だから学生時代ってなんかこうなんすかね直接は言わないですけど影のあだ名みたいなつけたりとかしません、うんはいうん、例えばなんかちょっと顔四角い人おったペヤングでつけてみたりだとか、うん、なんかつけたりとかするじゃないですか僕ね女子に影で変なあだ名つけられてたんですよ、うん、リアルというとんでもないあだ名つけられてたんですよリアルリアルこれがね分かったんが、うん、地元のレンタルビデオにバイトした時に何ですかね、同じ中学ですけど、うん、なんかグラスは同じなったことないなみたいな女の子と一緒になった時に、はい、あー、うん、あーってお互いになった時にその女の子はえリアルもここで染めてんのみたいなそういうそういう感じでなんでリアルって何みたいなそらそやリアルって呼ばれてたんやみたいなでなんかもう否定もしたくないしあ俺もここでちょっとなお前らちょっと早くやってそれでもバイトももうやめてけどずっと心の中にね、うん、リアルって何やねんとか思ってたそりゃそうや、まあ、リアリティのリアルかなみたいな感じでずっと分からへんかったんですけど、うんうん、最近ようやく分かったんですよ、うん、リアルってアラブのお金の通貨やったんですよ、うん、どうですか三股又蔵とか皆さんご存知ですかはい、まあしても我々は忘れたいですよ、ね、あとはさだってご存知ですか。こっち大阪では僕らあの松本家の休日っていう番組で宮迫とかと、はい、で放送作家のさだっていうね、はい、とんでもないデブでどうしようもないアホがいるんです、はい、でこのアホのさだとこのアホの三股を連れてまあ僕はまあ割と1年に200日ぐらい一緒にいるんですけどすごいですねでっかりでも本当このアホが大変で秋ぐらいですかねまあみんなあもう2人とも暇なんで僕がちょっと休みできると必ず会えるんですよ、はいはい、でどうしようかって言ったら鎌倉行きましょうよいやそれはおしゃれ方がそっくりいいなあこれ見まったそっくり鎌倉かでもなあ車ね、うんうんあなんですけど僕が運転するのもあれやしで佐田は運転があんまり僕がイライラするんですよあんまりうまくなって、うんはい、で三股に至っては免許持ってない多いっす彼はまあお笑いの免許も持ってない免許長いですよなかなかええけど混んだらなかなか厄介じゃないかっていう話もなってそしたらあれがいいんじゃないですかって言って恵比寿からね、はいはい、特急が出てるんですって、で俺そんなの知らんかったんですよ、はい、鎌倉まで恵比寿からやったんで4、50分ぐらいでしかもグリーン車もあるから大丈夫じゃないですか、じゃあええかお前行ったことあんねやで何でもやりますよみたいなもう佐田やってるか三股やってるかよく分からない、まあ、とにかくこのアホがアホ2人が言うんですよで恵比寿のホームでね待ってたんですよ、うん、それにしても、まあ、あんまり人おらんなと思ってたんですよ、はい、もう周りに、はい、人おらんなこんなんで大丈夫なのかなと思ったら特急が連車入りますブワーって来たんですけどそれ周りにそれは人おれへんはずですよ、はい、もうホーム外れすぎてて電車からまだまだ遠かったんですよ待つところがもう全然足りてなかったはい、はい、なんやこれってなってって言って3人でうわーっと走ってほんで僕は一番後ろだったんですよで三股と佐田が前走ってるからでブーって言うてるからおいおいって乗ろ乗ろってとにかくホーム走ってるから乗ろ乗ろって俺何度も言うたんだよでもあいつらはグリーン車に乗ろうとしてるんですよねでももうブルー言うてるから乗ってからグリーン車移動するのが普通でしょおいおいもう乗ろ乗ろって言ったらプッシュー宮
皆さんが知ってやろう、佐田がそういう時って、はい、あの口に手入れて、漫画みたいな、すみません何してんねん、考えられへんなお前ら。結局一本遅らしたんですよ、はい、で、まあ、鎌倉行きました、はい、そんなこともあって、まあ、もうこいつらのケツついてたらあかんというか、俺がやっぱリードしてからしゃあないなと、うんうん、でそのなんかもう数ヶ月後ですよ、はい、3人で大阪来たんですよ、はい、大阪遊びで、はい、ほんであの梅田であの串カツ食べて、はい、ね、でまあまあ春は割とこう抑えめに食べて、はい、今度何杯行こうか、懐かしいな、何杯行こうか、はい、普通ならタクシーやけど、ここあえて地下鉄乗ろうか、ね、でまあ平日やし、まあ大丈夫やろ、ちょっと帽子深めにかぶってたら大丈夫ちゃうか、行こう行こう地下鉄乗ろうぜって言って、ほいで梅田の地下んとこ、あの広い階段のとこね、あれまあ結構ありますよね、多分真ん中ぐらいでブーッ、これは乗るぞ乗るぞ乗るぞ来いと、俺うわー走ってプッシュ乗ったんですよ、バッシャー、30年ぶりですよ、うん、僕一人で地下鉄乗ったんです。あの今松本さんが佐田の話しはったんで、はい、あの僕もちょっと佐田の話をしたいなと思ったんですけど、兄さん今言うたら、まあ、200日ぐらいやはるんじゃないですか、はい、僕19から20歳ぐらいまで、あの本当佐田とあの近所に住んでて、本当僕300日ぐらいあいつと毎日乗ったんですね、はい、ほんでいろいろあったんですけれども、今日は佐田がね、夜12時ぐらいにピンポンって鳴らしよった、鳴らしてきよったんですよ。ほんで何って言ったら、兄さんちょっと今日すごいもん持ってますって。ほんまそんな喋り方やんな、ね、何すごいもんってって言うたら、自分がちょっとエッチしてるや、エッチしてるビデオ見てほしいんですって言って、マジか、マジか、それを夜中の12時に持っていきたいの。いや、ほんでそれ誰、いや僕の彼女です、見てください、うん、ほら見よかー言うて、いや、いるんか、見たいですね、どんなんか興味ありますから。ほんでこう見たんですよ、ね、ほんならまあ佐田がこう解説してくれるんですよ、いろいろね。で、これは、2日前の、まあ、夜12時ぐらいですとかで、彼女可愛らしいでしょとか、いい、もうちょっと黙っといて、ちょっと見せて、ってこう、ね、ボリューム上げて見てたんですよ。ほんなら、いい、ちょっとおっぱいムンムンしていい。もうだから何聞かされんねん、我々。こうなってくる。おっぱいちょっとマミマミしていい？いいの？マミマ、あ、柔らかいわ。乳首の先をコイ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 していい？コイ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 、あ、気持ちよかった。じゃあちょっと僕持ってるおもちゃ使っていい？ちょっと待ってな。もう取りに行く時もバーンなってるんですよ、トランクスからバーンなってるんですよ、気持ち悪い思って、僕ももう乗ってるやん思って、それで持ってきよったそのやつがイチゴの場合だったんですよ。これでちょっと下コイ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 していいみたいな、あれコイ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 、気持ちいい、気持ちいいで、でちょっとしようか、入れてみ、いくよ、ああ気持ちいい、ああ最高なんやんちゃん、気持ちいい、行く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 、何やねんこれ、空で止めろお前、空で伸ばすかよ、ここツッコミも違うわ、ツッコミも違うわ、何やねん、何の話をしてる、お前両親来てんねやろ。44になったんで、ちょっと体のことも考えて検査に行かなあかんなと思って、でよく胃カメラを飲むんですけど、僕胃カメラが全然ダメなんですよ、絵好きなんで、もう胃カメラが入ってきたっていうよりも胃カメラの先端がこの辺に来ただけで、うわっ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 、もう無理やってなって、うわー言ってまた入れてへんって先生に怒られて、ほんでうわー言って入るんですけど、うわもう入ってもずっとうわー
ー言うてて、ほんでここ通ったら大丈夫やから言うて、はい、ガー入れられて、もうそこ通ってもう入ってる思ったらもう絵月止まらんんですよ、うわー言うて、ほんでもういつも終わったらこないなって、もう3分ぐらい立てないんで、ほんでもう検査行くたんびにこれかって思ってたら、ハイヒール あのリンゴ姉さんが今寝てる間にやってくれるとこあんで、なんかもういいもなんかあの大腸も全部やってくれんで、ほんでもう寝てる間やからもうパッて目覚めたら終わってるし、うん、楽やんってなって、うん、あ消化していただいていいですかって言ったんです、うん、ほんでまあとりあえず、まあ、人間ドックも兼ねて行ったんで1泊2日に取って、うん、ほんでまあ個室の中でこう座っとったら、とりあえずまあ、E は前日から何も食べへんと空にしてるけど、大腸はあのなんかあの下剤を飲んでくれって言われて、ほんでこれぐらいのビニールの透明のポカリセットみたいな液体が入ってるやつを、これを20分に400ミリずつ飲んでくれと、でこれを2リッター飲んでくれと、ほんでこれ下剤やと、ほんでわーって飲んでたらもうすぐにもうキルキルってなるから、もうそうなったらあのトイレ行ってもらって、もう何遍も往復していただいて、で最後水になったら綺麗になるからカメラ入れれますと、こうなるとなんと中がちゃんと見れるんでっていうので、あ分かりましたって初めて緊張してたん でとりあえず入れて飲んだんす、うん、まだやな思って、でまたわーって入れてまたバー飲んだんす、あれだいぶ飲んだけどなって、また入れてもう飲んだんす、全然けえへんやん、どっちかやったらお腹弱い方やのに緊張してんのかなと思って、また入れて、また20分かけて400飲んで置いてて、もうあれ思って、で最後400なったんですよ、何もけえへんやんと思って、ほんならカラカラって看護師さんが来て、トイレ行きましたって言われたから、いや行ってないですみたいな、って言われて、なんでって言われて、残ってる400を見た時に看護師さんがキャーって言って、で何ってなって、え何ですかって言うたら、あのその後液体の中に下剤が入ってるわけですよ。はいはい、言うたら溶かしてるわけなんですよ。はいはい、でこれが溶けずに下で固まってると。はい、だから僕ずっと上まみばっかり飲んでて、でこれをずっとあれけえへんな思ってたんですよ。ほんでいやー言うて、ほんで僕はこんなことよくあるんですかって、いや絶対ないですと、こんなことまれにしかまれでも聞いたことないですと言うて、どうしたらいいんですか、僕もう1600上積みを飲んでしまったんですよ。ほんならわーって、看護師さんも動揺して、いきなりそのビニールの袋をブワー振り出して、2リッターで溶ける下剤を400で溶かそうとしようかって、それでガサガサガサ振ってドボドボドボ入れて飲め言われて、はい言ってガー飲んだ瞬間ギリギリギリそらすやがな、もうすんのすごいわ、すぐにバン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 いって水になったんです。ほんでとりあえず水になったから検査できますねって言われて、ほんで芸人さんってこんなことあるんですね、普通の人だったら考えれないですよと、こんな溶けてないなんてって言われて、あじゃあちょっとお恥ずかしいですみたいな、わけのわからん、なんで溶けてるのかわからないけど、まあそんな言いながら向こうのせいやで行ったんですよ。ほんでまあ寝て、ほんでこう点滴打たれるんです、うん、でこれヒョウさん今から5ぐらい数えてるうちに記憶がなくなりますと、でもうなくなったら次目覚めたらもう病室のベッドの上ですってなってて、うん、あそうでってもうそっから記憶ないんですよ、うん、もうほんまに早いね、もうそうであってなって、普通やったらそこでパッて目覚めたらさっきのまあ飲んでたところの個室に戻ってるはずなんですけど、これも後で聞いたらまあないらしいんですけど、僕検査中に3回目覚めたんですよ。で1回目はそれも後で聞いたんですけど、大腸ポリープが入った瞬間に僕があってなったんですよ。ほんで「あああ」って言うたんですって。ほんで僕は「ああ」言うてんの覚えてるんですよ。あーって言うたら、周りからなんかキャーって看護師さんのまた声してくれて、覚醒覚醒もう起きてるという、覚醒した、覚醒怖い怖い、言うてんのは聞こえてるんですけど、何を叫んでるかその時は分からないんですよ、はいはい、覚醒って言われてフッってなったんです。で2回目が、次は胃カメラをガッサー入れられてる時に、何が起こってるか分かんないです、僕自身は、うん、って言うたら、また周りでキャーまた覚醒また覚醒また覚醒って言うてるんです、意味が分からないです、うんってなったんです。で最後目覚めたんが、あの終わってストレッチャーで運ばれて、あのシーツを持って僕のベッドに移すっていうところがあるんですね。その時に僕またうっすら目覚め出してるんですよ。ほんならね、女の人の顔がね3つぐらい並んでるんですよ。まあこれ看護師さんなんですよ、うん、で俺あれ女の人の顔や思ったら、こいつ多分だいぶ重たいぞって聞こえたんですよ。こいつこいつこいつ重たいね今年なんやっ
って。いやいや。この扱い。いやいや。これもうせーので行くでとかめっちゃ聞こえてるんですよ。これドンってなったらえらいことになるよとか言って、うん、みっちゃん頑張ってとかわけのわからんこと聞いて、で僕気ぃつこってもう来てるから。あ、自分で行きますけど、ギャー。また学生。また学生。で最後看護師さんのもう不調みたいな人が俺の寝てるこの辺まで顔近づけて仲良きんのって言われた。まあ今別府というあのやつがいてるんです、新喜劇の中に。まあ松本さんが一回本当に目視されたと言いますと、まあ27時間テレビのアカン警察の時に吉本新喜劇やらせてもらった時に赤踏んで出てきたデブのいつも口開いてるやつがおるんです。それを紹介させてもらいたいんですけど、今別府というのは僕より一個上なんです。でも友近と同期やかも芸歴もだいぶ後輩で、18歳から高校卒業して18歳から28歳、28歳になって新喜劇入ってきたんですけども、18から28までの間バイトも含め労働した時間をギュッてしたら1年ないんですよ。ほう。で、まあ、そこの10年間はほとんど家におって、実家の尼崎のお父さんお母さんのところに、まあ暮らし、携帯代も払ってもらい、アルバイトもせずに、まあ、9年以上過ごし、ずっと家におってあんまりにもお父さんお母さんの目がなんかちょっと気まずくなってくるから自転車で川西に行って帰ってくるということをやって、ちょっとなんか外にも出てる予感だけ出してみたりとかしながら10年を過ごしたやつが新喜劇入ってきたんですね。あーもうやっぱりこう見た目超えててちょっとまあなんハゲてる感じで、急に太ってもうたからここに妊娠線がブワーあったりとか、まあいう感じの子なんですけど、まあ新喜劇の先輩らから「ねえねえお前彼女今までおったことあんのか?」みたいな、彼女付き合ったことあんのかとか、まあ最初の頃言われてたんですね。で僕は端っこで聞いてたら、一回だけ付き合ったことあります、嘘つけよお前とか他の先輩がわーわー言ってるわけです。お前みたいなやつお前付き合えるわけない、ほんまかお前、それいつどこで知り合ってん、いや19の時に、ほんまかよお前、写真持ってこいみたいな、いや今度持ってきます、いやどうやって知り合ってん、いや友達の紹介で、嘘とか、そういうのがもう本当に1週間おきぐらいに毎回あるわけです。僕も横で別にそんなそいつに彼女がおろうがおろまいが別にどっちでもいいんですけど、まあそういう事件があるなと思ってずっと聞いてたんですけど、まあ僕も最初どっちでもええと思ってたんですけど、あんまりにもみんな操作するんですけど全然口割らないんですよ。いてました、19の時に、可愛いんか、まあちょっと可愛いと思います僕は、まあ皆さんから見たらあんまりですけどね、どんなスタイルやねん、あちょっと細いです、胸の大きさどれぐらいやねん、 C ぐらいですとか割とこうポン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 答えるんですよ。あんまりにもそれになってるかもしれない、怪しいなって僕も思ってたんですね。それがもう4年ぐらい経った時にもうみんなもうねやめたんですよ、その捜査を。ほう、もう捜査本部はもう取り下ろされて、あの木の看板がもう外されてます。時効はまだ切れてないですけど、もうこれはもうやめようっつって捜査本部はもう解散だみたいになったんですけど、もう小籔というローケージはまだちょっと諦めなかった全然僕はもうこいつ絶対付き合ってへんねんからいつか口割らすぞと思ったんで、みんなが捜査やめてから僕は本格的に捜査に乗り出して、まあ聞き込み調査ですよね。お前はそれだからどういうな髪型やねん、いや写真持ってこいって言ったけど持ってきてへんっていうこと自体怪しいんちゃうんか、いやあの探したらやっぱりあのなかったんでちょっと模様替え何回かしてますんで、うん、だからお前友達、お前の男の友達に会わせろ、飯食おうぜ俺払うから、まあ、その時に聞いたらええやんけな、お前の疑いも晴れるやんけ、いや僕もうあんまり友達とも付き合いないんで、もうなかなか口割れへんし迷宮入ってるんですよ。であかんなと思って8年ぐらい経ってもうみんなこいつには彼女がおったということになってるし、もう何やったらこいつは無罪だということをもう信じて疑わない、でもこの小籔というローケージはまだその現場に行ってちょっとこう空を見上げてみたりとかしてるわけですよ。である時僕ももう無理やろなと思って昼ご飯食べてる時にバーっていろいろ喋ってる、でもシーンってなった、その時に「いやお前彼女おったっていうのほんま嘘やろ、もう怒らへんし言え、大体なお前みたいなキャラのやつどっちか言うたら彼女おったとしても今までおらんかったって嘘つかなあかんタイプやねん、分かるか?」っつって、お前はいじられてテレビとかで輝くタイプとしたらおったって嘘つくっていうの一番立ち悪いねん、それだけ分かってくれっつって、俺は別にお前に彼女がおろうがおろうまいが別にどっちでもええねん、お前がそっちの嘘ついてるということは芸人としてあんまりだということを言ってることを分かってくれ、いてましたってみたいな、ちょっとだいぶ後輩に切れてる、あそうか、まあ結構女の子とか男の子とか、まあ、後輩いっぱいおったんですけど、ほんだお前デートとか行ったことあんねやろ、お好み食べながら、またこの時もお好みなんですけど
お前どこデート行ってん。あの神戸天ヶ崎やから彼女もあの兵庫県やったんでポートピアの遊園地に来ました。ふーん、お前ほんまに行ってんなポートピア。はい、行きました。ほんなら俺と同い年ぐらいやな、一旦19ぐらいや。俺も19ぐらいの時によう嫁はんとポートピア行ったわ。カップルにとって嬉しいジェットコースターあっこにあったよな、どんな形やねんって言うたったんです。そこは男と女が2人にこう前に女の子が座ってこうしながら乗れるジェットコースターがあるんです。まあちょっとカップル向けの、うん、あったよなお前言うてみろや。これ知らんとは言わさんと、お前19ぐらいの時に行ったんやったら俺18だっていうことはお前絶対あったはずや、言うてみろ。ガン詰めたら、いやすいません嘘でした、僕行ったの宝塚ファミリーランドでしたってなったんですもうちょっとのところ、さっきまでここの居酒屋おったと思って乗り込んだらもう消えてるんですよ。さっきまでおったのに。テープレコーダーも撮ってるんですけど、もうやばいやばい、もう捕まっちゃう、もうやばいやばいみたいな。福田和子的にも逃げてるわけですよ。こいつ宝塚ファミリーランドか思って、ああほんだ宝塚ファミリーランドは俺も行ったことある小さい時。どんなとこに言うてみろ、うん、いやあの動物園があって、うん、こんな感じでってパン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 答えるんですよ。もう僕はここなんかで、ああそうかって言いながら、あこいつ多分親と昔宝塚ファミリーランド行ったんやその時の思い出を言うてるな、こいつは彼女と行ったわけじゃないって、老刑事小山まで全然もう信じなかったわけですよ。ああ宝塚ファミリーランド行ったんか、ふん、まあこれしゃあないな。その後どうしてん、宝塚ファミリーランドだけで帰ったわけちゃうよなって言うたら、あその後六甲の夜景を見て帰りましたって言うたんです。ほんなら周りの女の子とか男の子の子がもう、へえロマンチックっすねとか言うたんですけども、小籔というローケージは、はい捕まえたお前、はい捕まえた、絶対嘘それ、やっと尻尾捕まえたな。え何お前な免許持ってへんやろお前、どういうことやねんそれ宝塚ファミリーランド夕方まで行ってなんやねん、六甲そのまま登っていったんかお前、歩いて夜景見てそのまま真っ暗の山道、お前降りてきたらおかしいやろそんなもん、お前みたいなデブがそんなあんな山道上がっていくのも嫌やし下がっていくのもしんどいわ。夜景ってことは8時ぐらい見たな、8時ぐらいまで見て9時ぐらい女とデートすんのに六甲の山道歩いてきたの、嘘やなんか免許持ってんかっておかしいやろ言って、すいませんでした嘘でしたってやっと捕まえたんですよよっしゃほら見てみ、今まで8年ずっと嘘ついてたやろお前、すいませんでした彼女いてないっていうのを言えなかったんで嘘ついてました、ほら見てみって捕まえた話ですこの NGK に来る向かってくる車の中でパッとあのあ懐かしの思い出のとこ通ったんですよね。この NGK のその駐車場の裏のこの通りにずっと行って、はいはいはい、あの出るとこ昔皆さんホテルベニスってあったんですよ。あった覚えてるでしょ、はいはい、今もう取り壊されてなくなってるんですよ、はいはい、めちゃめちゃ怖いホテルやったじゃないですか、隣がお墓なんですよ。あ、はい、あほんでもう知った時からもうすでにずっとボロボロだったんですね、はいはいはい、ホテル自体が、うん、誰も入らへんかったやんか、うん、でも僕二十歳ぐらいの時にちょっと女の子とちょっとあのそういうホテル行こうかと、うん、でも週末やったんで、うん、どこのホテル入っても満室、うんはいはい、あっちとも満室もナンバーは、ね、もう疲れた。でも二十歳やから、うん、もうたまらんわけですよ、パワーが。今からもうそういう行為を想像したらもう、はいはい、もうすごかったんですよ、うん、もうすごすぎてこうなり反りすぎてちょっと自分の腹押してるぐらいの感じで、もう前進まれのジャグぐらいもなってるからもうどうしてもこうなんとかしたい、はいはいはい、でもあっこもあっこも足も棒みたいになってきてもうしんどいと、でももう押されとるわけやから、うん、もうこんなもんあかん、しゃあない、はい、あの怖いホテル、うん、ホテルベニスにあれが行きたい、ちょっと行くしかないと、はいはいはい、あっこやったらもしかしたら、うん、空いてる、誰も入ろうとしてない、あっこやったらもしかしたら空いてるかも、うんうん、で彼女にごめんちょっとあの このホテルやねんけど絶対嫌まあまあね絶対に嫌、お化け屋敷みたいな、お墓やし、うん、絶対なんか出る、いや、うん、大丈夫やって、うん、絶対大丈夫やから俺そんな全然怖ないし、うん、なんかあったら俺助けるしって、うん、ほんで入ったんですよ、うん、ほんならもう視点を持てないおばあちゃんがずっとおってはい空いてますか、空いてますよ、空いてるんですね、空いてる、あ空いてるって空いてる、うん、ほんでちょっと、まあ、値段もめっちゃ安かった、はいはい、安っって言いながらで入ったんですよ、ほんでもう昭和丸出しの作りで、うんはいはい、でまあ汚いんですよ、はいはい、で当時回転ベッド、うわ回転ベッドやん、ボタン押してもう、うん、
全然守れへん、これ死んでる、回転ミット死んでるから、別に回転しやんでもええやん、ええけど、まあ、ええけどって、もう彼女もう怖い、もう怖いって、もう別にこんなんもう無理やわ、そんな空気になられへんと、もう俺はそんなんでももうギンギンなわけやから、いや大丈夫大丈夫、でもいや とりあえずシャワー浴びよ、シャワーだけ一旦浴びようや、で俺なお湯出してくるわってバーッと入ったんですよ、ほんだ昔のもうあのこの青い四角いタイルの、はい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 、ね、あるあるある昔、もう半分ぐらいは剥がれて持ってるんですよ、はい、うわ何これって、まあ、その蛇口もなんかこういう細長いこうやつで、とりあえずお湯出そうと思って、うん、カラカラカラって、ま、回したんですよ、うん、ほんだら蛇口がこれ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 、いや、じゃ今俺が叫んでたわけじゃないねん、あんた大丈夫って、俺取り憑かれたと思われてて、違う違う、俺じゃないの、ちょっともう一回出してくれ、俺の手伝ってくれ、俺の手伝ってくれ、何何何バタンって言って、えバッて言ったら彼女帰ってしまってたんですよ、蛇口のせいで振られたという話です。これ NSC の時の話なんですけれども、はい、うん、まあ、僕も高校生で入ったんですけど、うん、あの高校の、高校生の女の子のコンビ の大正不動産っていうのがいたんですよ、で、はい、それが高3の香里ちゃんっていうのと高1のなっちゃんっていうこの2人が組んでたんですね、で、あのすいません、はい、これ毎回やりますよね。今日も、今日も、でもルール上大丈夫ですか？いや全然大丈夫ですよ。じゃあ毎回やる。毎回やる。プレミアムライブ、はい、5カ所回ってますけど、はい、我々7回聞いてるんですよ。なんで5よ。そうなんですか？なんで5よ。割り合わん。割り合わん。割り合わん。変えましょうか。いやいやいや。でお客さんはあるやから。続けさせていただいてほしい。で高校3年の香里ちゃん、そして高1のなっちゃんっていうのがいて、でそれがまあコンビ組んどったんですけど、大体この NGK のここは何階ですか分かりませんけれども、 NSC 教室というのがあって、で僕ら終わったらこの難波の何階の方にこう歩いて行って、でそこ のファーストキッチンあるじゃないですか、 あそこで結構お金ある時とかはみんなでこうやった方がええんちゃうかとかいろんなことを喋ってたんですよ、でその大正不動産の香里ちゃんとなっちゃんと僕で、まあ、そのファーストキッチン行ったんですよ、でなんか普通に喋ってたらその高校1年のなっちゃんっていう子がその香里ちゃんに、なあ香里ちゃん、ちょあそこ見せてくれへんって言うたら、何言うてんねんと思って、ほなまあ香里ちゃんも、いやあんた何言うてんねんな、なんであんたにあそこ見せなあかんねんまあ言うたんです、ほんなら、いや違うね、なっちゃんあそこ変やと思うねえ、いや違うね、なっちゃんな、自分でな、鏡またいで見てんけどな、なんかちょっと変やねんって、なんやなそれって、だから変かどうか分からへんからちょっと香里ちゃんの見せてくれへんって、んでなんやねんもう、ここでかいな、ここでちょっと見せてくれへん、ファーストキッチンですよでお客さんあんまりいなかったんですけど、ほんなら「うんまあもうあんたが言うんやったらもうしゃあないわ」言うて、ほんで俺は「見せんのかい！」と思ったんですよで「もう僕は見えへんわ」ってこうやってたんですよ、ほんならまあこうね制服やったからこうやってなっちゃんが覗いたんですよね下から、ほんで「いや香里ちゃん普通や、やっぱりなっちゃんのおかしいわ、ありがとう見せてくれてあそこ」言うて。もうええんかなと思って、ほんなら香里ちゃんの方が「いやなんなんあんた、私だけあそこ見せて、あんたもあそこ見せえな」ってなったんですよ、で「いやいや」言うて、ああ私変やもん、いやそれ変かどうか私が見てあげるから、あんた見せえなここでって言って「うん分かったわ」言うて、で俺また「いやこう見せんにゃなっちゃうもん」と思って、ほんでまあ俺後ろ向いてこいって後ろ向いてたんですよ、
ほら耳で音だけ聞こえたんですよ。ほらこうスカートをこうねサッと入る音を聞こえて、いやあんたごめんなさい違う、面白いねこれ面白すぎて、はい、あ、笑ってしまった予期してしまって、面白さを自分の音とかも予期して上がっちゃってごめんなさいね、もうちょっと、ね、もう終わる、はい、もう終わる、もう僕、後ろ向いてたんですよ、はい、ね、もうほな、耳でだけで聞こえてきたんですよなあ、かおりちゃんが多分なっちゃんのスカートカサッってやって入ったんですよ、下に。ああ入ってる、今見てんなと思ってこう聞き耳立ててたら、いやあんた生理やんって言ったんですよやめとけ。やめとけ。なんで毎回すんねんそれ。めちゃくちゃ面白くないですか。いやうち生理やねん言ったらもう終わりな話なんですよ。それを頑張って見せて、かおりちゃんがすごく嫌な気持ちになったっていう。あの芸人さんって。なんかそれぞれこう軍団みたいな、どうしても ねできるよね、仲間グループがあるんですけども、ね、あのその軍団の中で教わった、あさすがやなという話があるんですけど、ちょっと聞いていただいてちょっとよろしいでしょうか。あのジュニアさんジュニアさんでね、いろんな後輩とか、ね、まあ、宮迫さんいてますけど、僕が所属してるのはあの香港塾という香港さんが、なるほどね、まあ、集まりというよりも塾というかお笑いを教えるという塾なんや。一応今のところ僕一人だけになってしまった。いろいろ入ったりやめたり、やめさせられたりその塾長の教えとしていろいろあるんですけど、一番大事なことはもう普段から芸人ということを忘れるなという教えがあるんですよ。けどそれってこう言うのは簡単ですけど、なかなかできることじゃないから、まあまあそういう熱い人なんやなみたいな感じで、まあまあそれも心置いとこう思いまして、でその香港さんがちょっと焼肉行こうか言うて、あんま似てへんな、全然似てへん、香港塾やろ、塾生やろ、似てない、焼肉行こうか全然、焼肉行こうか焼肉屋さん言い張るから、ありがとうございます、うん、言うて、うん、6時に予約してんねん早い、6時焼肉屋しっかり仕上げ張るな、うん、ありがとうございます言うて、うん、でまあまあブラブラ、うん、ね、こう歩いて行ったら、うん、デスジ今何時やって言うて、ま、もうそうですよ、6時にはなってないと思うんですけどね、うん、いや6時に予約してるから、うん、ちょっと早めに行ってもあかん、6時オープンやし、うん、早めに行っても悪いやろ、まあね、で鉄次今何時や、うん、いやだからちょっと僕あの時計とか持ってないちょっと分かんないやん、まあ、しょうがないやつやなで香港さんがねこう時計をこう見ようとしたんですよ、うん、いやこんなことあるんすね、うん、野生の鳩が、うん、香港さんがこうやった瞬間に飛びかかってきた。飛びかかってきた。なんかあったんですか、過去に鳩に何かされたんですかみたいな。いやもうヒッチコックの鳥を超えるぐらいの一匹の鳩が香港さんの腕を掴もうとする。香港さんはそれを逃げようとする。ダーッ、ダーッ。すごい交差点で。鳩は香港さんをどこに連れて行こうとしてるんだし、はい、いいって僕もなって、なるよね、いやカラスやったら分かるんですよ、鳩ですよ、うんうん、鳩がガーッて、いやけどもうさすがやなと、うん、香港さんがおっしゃってたんですよ、芸人たるとも芸人って言って忘れた、あんまり忘れてた、まあ、普通の凡人であればうわー鳩怖かったな、うん、で終わりですわ、ね、なんやあの鳩、うん、いや香港さん違いましたわ、うん、こう時計を見ようとして鳩が襲いかかってきて、うわーなんで鳩時計やねん言うたって、さだの話はいいですか、あの人ねめちゃめちゃ腹出てるんですか、はい、出てますね、すごいんですよ、はい、人ってこんなにお腹出れるのかっていうぐらいお腹出てるんですよ、で笑う時本当に腹抱えて笑う
腹抱えて、こんなに腹抱えて笑うことってあんねやって笑うんですよ。それで僕とか、まあ、みんなあのそんなにお腹出たことないからわからないんですけど、はい、あのベルトできないんですね、お腹もう出すぎてる人、はい、要するに、はい、結局お腹の過半数を超えないとベルトできないわけですから、でももう出すぎてるからそんなないんですよね、ズボンが足りん、本来ならあの釣り板をしないといけないんですよ、はい、でもそれに僕が「肩こってダメなんです」って言うんですよ。知らんがなと。でまあいつもなんか困難なんです、はい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 、あ、待ってくれぜーみたいな感じ。そら電車乗られへんわ、電車乗られへん。ほいでね、一回韓国旅行に行った時に、はいはい、なんかダニにマタグラをね、はい、噛まれたらしいんですよ、はい、知らんがな、なんですけど、ほいでね、韓国の交差点のとこでね、先行ってくれって言うんですよ。なんやな、いい、先、先行ってくれ、先行ってくださいって、別に目的ないしさ。韓国やし、すぐ追いかけますから。いや、追いかけるも何もない、いや、すぐもう半分言いといてください。そうやって思いながら、まあ5メーターぐらい歩いてふわって振り返ったら、まあ我々が買いかったんですよ、まあ文字のダニが、我々ならこうや、まあ変な話高齢ですよ、はい、もうそんなんやから、はい、ガッバー入れるから韓国のもう青空ピーカンの交差点でチンコ出たん。おせのわおせのわ。後輩とか先輩の話なんですけど、はい、僕はあの大先輩 の、 あの西川きよしさん、はい、あ、もうだんだん、あの世間にこう浸透してきてるから、ね、あのちょっと天然というか、そうなんですよ、はい、全然そんなことなかったんですけど ね、 ね、例えば、まあ、一番多いのがこうきよし師匠が MC やっててどうっていう、あの、はい、何もないのにいきなりどうから始まる無茶ぶりから始まって何がっていう顔したら向こうも何がみたいな顔をしてよっていうのとか、あとまあ番組中なんかでもそのまあいわゆるこういうカンペっていうのがあって、こう清志漫才大行進って言ったら漫才大行進だけ言えばいいのに清志まで言うてしまう、自分の名前も言うで、あの若手が罰ゲームやってなんかあのセンブリ茶みたいなのをこう飲んで、うわ苦って言うてる時に清志もパッと入ってきて、ちょっと飲ましてみるってグッて飲んでいけるって言ってないけたあかんし、もう台無し。あと中継で子供が3点倒立できますいうのをスタジオで清志が見てて、僕もできるでって子供と一緒にやってもらったとかそこやったあかんがなとか、そういうのがまあいろいろこうあるんですけど、あのやっぱり一番すごいのは清志と一緒にあのロケをこう行かしてもらうと、もうあのまず商店街なんか行くと、まあ普通はもう 4,5 分でポーンと通らなあかんとこも20分30分ぐらいかかるんですね、みんなに挨拶したいとか、まあすごいね腰の低い人で、まあええ人なんで、まあそれはまあええかと思います。まあその番組のロケが各家庭のいろんなエピソードを聞いて、この家族というのはあったかいんだよっていうような番組やったんですね。でええ話があって、こうまあ何代続いてる和菓子屋さんのお家に行って、なんかもうおじいちゃんが苦労してこの和菓子を開発したみたいな、うん、話をしてて、もうみんなも感動で、でもロケも締めようかいう時に、もうこの時だけ僕ほんまにこう清志大先輩ですけど、ほんまにこいつどついたのかって思ってもう最後の最後にもうディレクターがカメラの後ろでこうやってるんですけど、もうこうやりかけた時に急に僕の方に、さあそれではレイジ君滑らない話をどうぞなんで急に言ってほんであの、まあ、一応振られたからこっちも喋らな思って、まあなんかなエピソード話をしたんですよ。なんか教授が「君思いっきり滑ったな」言うて、なんか助けをしてくれへんかったあん時だけはあの眼鏡を渡ろう。この間あの夏なんですけど、今年 の、 あの青空レストラン、あやってるね、はい、はい、っていうのをやらせていただきまして、あれ結構あの地方に行くんですね、でその時は山のなんかキノコ取りかなんかやったんですよ、うん、ほんで行って、こう名人と喋っててでやってたら、名人がいるんですか、名人がいるんです、うん、で名人に言うたら食材をどうやって育ててはるんですかとか、うん、そういうロケなんですけどね、うん、それをずっとやってる時にずっとあのそれ日曜日やったんで子供がずっとついてきてたんですよ、男の子が、うん、
でその男の子はずっと裸足なんですね、うん、で裸足でずっと僕らのことをあの見てて、でなんかずっとこんなんしとるんですよ、裸足ですよ、うん、でなんか気になるなと思って、もうずっとロケやってますから、ほんで何かやってて息子さんなのかなと思ってて、ほんならなんかこうガザガザの、あのコンクリの階段とかをもうなんかガッガッ降りよるんですよ、かかとをつけてガッみたいなガッってやってるんですよ。こいつなんでさっからガッガッガッとんやろうなと思って思ってたんですよ。ほんでそのままロケ行って、なんかハウスかなんかなんか入って出てきたらおらへんかったんですよ、うん、ああさっきのあ なんかやってた子いいひんなと思って、うん、ほんで次あの食事を作るシーンになった時にまずその子が現れたんですけど、次はスケボーをバーってやっとるんですよ、坂なんですよ、そこちょっと山やったんで、でそこザーって降りたらまたザーッ止まる時にザーッやっとるんですよ。でもうこれあかんと思ってごめんなさいって言って、君さっきからずっとザッザッザッザやってんねここ言って、なんでずっとザッザやってんのって言ったら、あの足の裏を蜂に刺されたんですって、で痒いけど、あの痒みが届かへんから、もう書いてもしゃあないし、あのなんかもう奥の方にあって奥の方にあるんで、もう見つからへんのですね、その痒みが届かへんから、でああいうことをしてたっていう、そういう話なんです。僕よく思想が強いみたいなこと言われるんですけど、強い、ね、本当に一切僕はそんなこと思ってないです。ないと周りが薄すぎるだけだというふうに思ってますし、まあ、今日もあのアッコにお任せ出させていただいたんですが、いつもアッコにお任せ前は靖国神社の方に参拝させていただいて、あの今日も参拝してきたんですね。ほんなら、ちょっとそういう黒い服着たボランティアで、まあ、掃除をしてる、まあ、ちょっとこうそういう何ですか、刺繍の激しい方が、あ、小籔さんですねみたいな、あ、ダンスみたいな、いや、いつもあの日本人らしい本当に温かいお言葉、感銘しておりますとかやっていただいて、いやいや、ありがとうございます。でもあのまあ欧米に対して仲良くしたいですし、まあジーパンも履いてます、うん、ね、言えばもう全然アメリカ文化もありがたいんですけど、なんかやっぱちょっとアメリカの真似してるとか言われてもなんか嫌やなとかね。だからその、欧米の方々一時でおったら別に全然いい人やし、僕も知り合い友達もいてるしあれなんですけど、なんか、日本人の方がまあどっかの国行ったらちょっとこうね、日本人は差別されるとか、なんかバナナだって言われたとか、まあうっすら聞いてたら、やっぱちいちゃいとか聞いてたらなんかちょっとってなる部分もうっすらはあるじゃないですか、うん、嫁はんと二人で結婚して新婚旅行ベトナム行ったんです。ほんで、ベトナムで現地でツアーみたいなの頼んだら、そういうジャングルに、ツアー1日かけてツアーに行くみたいなの言ったんですけど、ベトナムって結構昔フランスが統治してたので欧米の方がたくさんいらっしゃるんですね。でバス乗ってそのジャングルのとこまで行く、バスの中乗ったらもうアジア人僕と嫁はんだけ、他全部まあ、フランスとかアメリカなのかそういうお金持ちの人ばっかりだったんです。だからなんとなくやっぱりそうはいえ、なんとなくです前からアメリカの人と会うたらあってこうちっちゃい時からなんかあってこうなんか負けた感というかあってなるじゃないですか。まし嫁はんと二人言葉も通じへん、ガイドのベトナムの人も英語でわー説明するんですが、僕と嫁はん全く分かれへん、みんなあーって笑ったりとかしてるんですよ、ね、このあなんかボケたんやなっていうので分かるんですけど、でもそれもなんでその英語なんとか、だいたいそもそも標準語がなんでアメリカなのかとか、そういうことまで考えたらなんかうーんってなってきて、でわー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 騒ぎ出るんですよ。いやいや何騒いでんねん、バスは静かにせなあかんのにとか思いながら、でも全然その人たちに対しておいっていうこともないですけど、なんかやっぱ日本代表としてちょっと情けなさも感じてたわけですよ。みんな英語で喋ってみんな笑ってる、でも俺らは分からない、ああちょっと日本代表として申し訳ないなっていう気持ちで、で船に乗ってバーでジャングル行った。そしたらまあベトナム戦争があるところで、ここにはゲリラが隠れるところがあったんですみたいなことをまあなんか英語で言うてくれるんですね。まあちょっと英語分かるんで、ほんならこの中にベトナムのそのコーディネートの人が言い出すんですよ。もう木と枯葉だけバーあるところで、さあ皆さんここにゲリラが隠れたところがあるんです、どこか分かりますか、えなんとかなんとかみたいな外人の声で言うてる、僕もってなったらここですって言って枯葉パッパッってやったら、ほんまこう70センチ四方ぐらいの
四角い蓋みたいなの出てきて、それ取ったらそのベトナムの人がこれで頭にこうやってこれの上に葉っぱ乗せてグーって下がったらちょうど地面のところになっていてないようになると、ほんで5秒ぐらい経ったらその人が出てきてババババババみたいな、でみんなわーみたいな、まあこうやって、昔はベトナムの人は戦いましたみたいな、あそうなんやと思った。じゃあ誰かこの中入りたい人いますかってなったんです。なんとなくこう日本人はこうテンション低くて引っ込み思案で情けないみたいな、まあ国際的なイメージありますね。で欧米の人はイエーイノリがいい頑張り屋さんだみたいな感じがあるほんで誰か行きますか言うた時にシーンってなったんです、あれと思って白人の人とか欧米人の人ははいはい俺行くとか言うんかなと思ったら全然行かへんから、嫁はんにポンポンってやって手あげろっつって嫁はんがあああげたんですよ。ほんだら周りの欧米の人もおおみたいになってさっきまでずっと黙ってたやついきなり手あげてお前こんなとこ入んのかみたいな感じでおい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 言うてるんですよ。嫁はん行ってこいっつって、もうこれはもう日本人としてこうもうこうは欧米には負けてはいけない侍魂大和なでしこ見せろっつって言うて、ああ言ってバーって行って嫁はんがバーって入ってバーって出てきたんです。ほんだら欧米人がみんなバーッ写真撮り出すんで笑いながらなんか一発目俺の嫁はん行ったら勝ったと思ったけどなんか写真撮られてるみたいなのがすごい、ま、情けなくなってなんか撮るなって言いたかったでもまあそれはまあでもこれはまあ俺は勝った勝った俺は勝ったんや、ああもう日本代表として勝ったぞ、次行きたい人誰かいますかって一瞬誰も手挙げへんから、おっしゃ俺行ったら俺行きますわ、ここ見てくれこの日本代表の夫婦が一発目と二発目結構勇気いるよ、あんな穴何があるか分からへんし蛇出てくるかも分からへん、嫁はん行った、二人目欧米人が行くんか思ったらこの侍が行く、よっしゃ俺勝ったぞと嫁はんの方見てやってから枯葉乗せてグッてでもう8秒ぐらい粘ったったんですよ、結構長めに真っ暗です怖いけど、パッて出たら写真バタ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 撮ってくるんですよ、撮るなって言うたろうか思ったけど、まあ、勝ったと、でその後になんか安全なんやみたいな感じで欧米人が行き出したんですよ、うん、それずっと待ってて、あ見てみ俺ら勝ったなっつって、まあ、嫁はんそんな思想強くないんでそうかなみたいなこと言ってたんですけどこれは勝ったぞ、まあ、見てみ、で次バーって行ったらそのベトナムのこのガイドの人が一瞬ここで待っとけよっつってバーって小屋入っていったんですよ、もう何やと思ったらこんなでっかい蛇巻いてはー出てきたんですよほんだらそういう蛇とかにも割と外国の人は無茶をする、うん、日本人は情けないみたいな感じのまあ国際通念があると思うんですけどもベトナムのおっちゃんがはーって持ってきたらもう欧米人たちおーノースネークみたいな人でブワーって逃げたんですよ、ほんで嫁はんもそれをバーって逃げたんですけど僕だけ全然逃げへんぞと思ってだからこう周りが下がった分俺がなんか前出てるみたいになってまあそのベトナムの人もおーってなってお前やるかみたいな、もう嫌やったけど初めてやし、もう全然欧米の人たち見てるし俺侍としてやりますわってヘビグワーってやったったんですよ、やったったんや、みんなブワー写真撮ってきてもう半笑いなんですよ、でこれ負けてんのか、いやでも俺これは勝ってると一発目ヘビを乗せるというこの勇気ある行動、大和魂見せだった、ほら見てみ、何が太平洋戦争やといや俺はこれ勝ったぞということでこう下ろして、ほんなら次なんか勇気ある面のやつがううとかずっと待ってて、ほら見てみ一発目って結構勇気いいね、これ俺一発目いったや勝ったなと嫁はんもああみたいな、次バーッと奥口まで行ったらなんかバーッて銃がマシンガンがグワー並んでたんですよ、ほんであれマシンガンやと思って、ほんだらマシンガンはなんぼとかちっちゃい銃はなんぼとかで銃撃てるとこやったんですよ、ここ銃好きに撃っていいですよってなって、あそれはさすがに銃社会欧米人たち行くんかなと思ってベトナム人が銃撃ちたい人誰かいてますって言ったらシーンってなったんですよ、はぁ何それみたいな、そのあんたとこの国の方がこれ銃あるんちゃうみたいな、俺とこないでみたいな、俺は撃つ気満々やん、さっきお前らあんのに撃てへん、えじゃあここに豆腐一丁あって誰か食べますかって日本人手あげへんみたいなもんやぞお前らとか思いながらお前らは豆腐食べへんでも俺食べる、誰が食べるかって俺は手あげへんかったそれは情けない、でも今回は銃向こうのもんでも誰も手あげへんか、俺も僕撃ちます今度はみんな俺もってなるんか思ったら全然ならないんですよ、えってなって、ほんで一人だけ銃持ってでこうやってこうやってやりやってはいってもう腹っぱんところでなんか砂がバーあるところに銃置いて
打っていいですかって、ええよって、バラ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 って打ったんですよ。おおみたいな、めっちゃ気持ちええわ、嫁はんを使って打たへん、ああそう、バラ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 言って、終わってから欧米人たち行き出したんですよ。なんやな、さっきのへったれやな思って、ほんだらバーって打ち出したんですよ。でそういう待たなあかんじゃないですか、ずっと待ってたら、うん、真ん中のやつがレッヒーって打ったんですよ何それ、後からレッヒーって、いやレッヒーちゃうやんっていうか、それ俺がもしここに豆腐一丁あって、みんな欧米人たちが豆腐食べきった後に俺はバーって豆腐食べてうまいなーって言ってるのと一緒やでそれと思って、まあ欧米対日本の戦いはいつも負けてたわけじゃない、仇はベトナムで取りましたという話ですあのポンコツな後輩多いじゃないですか、ちょこちょこいますけども、 あのペナルティのワッキー、はいはい、彼もあのもうすごい運動能力を持ってるんですけども、はいはいはい、超ポンコツなんですよね。ほんでただワッキーあのタイ語がペラペラなんですよ。タイ流でバイトしてたのもあって、ちょっとだけタイにも住んだことがあるから、タイ語も流暢にペラペラ喋れるんですよ、はい、もうね、おいでそんな喋れんねやったら今度休み終わったらタイ旅行行かへんかと、喋れるやつおったら心強いし、あ行きましょう行きましょうってちょうど休みが空いたんで会うたんで行ったんです。2人で男2人タイ旅行行って、ただもうすごい強行スケジュールだったんで ものすごいしんどかったんで、まあ、着いてすぐにもう僕もホテルに入りたかったんです一旦、ほら、まあ、道分からんから教えタイなんかも来てんやろ教えて、あこっちですこっちですって言って、普通すぐタクシーに乗れる場所があるじゃないですか、タクシー止まってるんですよ。そこをまず通り過ぎるんですよね。あれワキここでタクシー乗ったらええんちゃう、あ大丈夫ですこっちですこっちですって言うから、うん、僕知らんから初めて行くし詳しいからワキをついていったんですよ。でまたもう一個ぐらいタクシー乗り場みたいなのがあって、うん、乗るんかなってそこも通り過ぎるんですよ。でワッキータクシー乗らへんの、大丈夫です、もう大丈夫です、もう僕詳しいですから大丈夫です、うん、ってそっからまたなんかわけわからん歩道橋みたいなの乗って、めっちゃ歩くんですよ、めっちゃしんどいんですよ、早くホテルに行きたいんですよ、でワッキーさっきのところタクシー乗った方がいいんじゃん、いや大丈夫こっちです、またこう降りてで国道みたいなとこバッと歩き出すんですよ。いやワッキーそんなにタクシー乗られへんのか、違うんですよ、いいですかちょっと、うん、僕何年か前にロケでタイ来たことあるんですよ。その時にあのレンタカー屋さん、僕も現地のね、そこのレンタカー屋さんめちゃめちゃお世話になったんですよ、うん、おうおう、でサインそこでね、うん、初めてサイン頼まれたんですよ、うん、日本の有名人から、はい、おうそれまだあるかどうか確認したいんです、お前マジか大先輩、料理全部俺出してるホテル早入りたい、タクシー乗らない、色紙見たくない、お前の思い出なんか知るか言って、でもでめっちゃ歩いたからもうここまで来たらもうええわ、お前の思い出に付き合ったろ確認に、もうや歩こうって、あとどれぐらい、うん、もう時期ですって、うん、パーッとそこからまた10分ぐらいパーッて、しんどーって国道ですよ、急にああなんやねん枠しかないって言ったんですよ、レンタカー屋さんなくなってあれコンクリの枠だけあったんですよ、敷地どころの騒ぎないんですよ店がもう店がないんですよ、店自体ないなんやこの40分ぐらい40分めっちゃ歩いたから、これもタクシー乗ろうすぐに言ってタクシー乗って、うん、ようやくホテル着いて、うん、で頼むでワッキーもうすでにお前もう超マイナスやでお前、うん、もうタイ語喋れるだけやで今お前のプラス頼むで、うん、ってホテル入っても腹もペコペコやったんで、うんうん、もう今日はもうええわと結構なホテルやったんでホテルのタイ料理屋さん行こうって言った、うん、宮崎さん全然分かってない、タイに来たら外で食べないと味全然違いますから、まあね、あマジか、え店知ってんのか、もう何度も来てますから、うんうん、行きましょう、もうこのホテルから歩いてすぐです、うん、歩いてです5分歩き10分、はい、20分ワッキーワッキータクシー乗ろういやもうすぐですもうすぐです、うん、30 40 ワッキー多分やけど
お前迷ってるな。すいません。すいません。タクシー乗りましょう。最初から乗れ。すぐに。判断遅いや。ほんですぐそこにあったタクシーに乗ったんですよ。ね、でペラ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 。で、タイ語でペラ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 。ペラ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 。10m プー。着きました。何やそれ。もうちょっとやったな。何やこれ。あともうちょっとやったよ。何やねん。でようやく店着いて、まあ、2階建てのまあええ感じの、現地の人しか来ないみたいなとこやったんですよ。ほんでようやく入っても腹ペコペコやから入ってパッと見たら、まあ、外国人ばっかりバーッとおって、日本人は一人もなんですよ。バーッとおって、ほんで真ん中の席が空いてたから、あっ、あこ座ろうって言ったら、宮坂さん、タブさん、こっち、こっちです、こっちです、こっちですって、一番端の、ほんま一番端のとこに座ったんです。ワッキーが言うか、なんかあんのかなと思いながら、ほんですごく観葉植物とかいっぱいあったんで、ちょっと怖かったのが、蚊めっちゃおるんちゃうかなと思って、あ大丈夫 なんか理由があんねやろと思って、そこ座って、最初の料理1品目届くまでに僕12箇所噛まれたんです、もう飯の味なんか全く分からへん、買いすぎて、買いよ言って、でワッキーなんで この席にしたん、いやだって気づかれるとまずいでしょ、外人ばっかり。おう宮迫言うか、死ねえ。さすがにちょっと短い話させていただきます、はい、自覚あったんや、はい。僕の中で短い見せるんですよ、うん、もう長い話しようもたら、あの涙の死ぬ仲良くの話しようもたら僕はあのお肉食べてないんですけど、それはもうおじいちゃんがお医者さんみたいなのしてまして、うちは食べないという変な家に生まれまして、ほんでもやっぱこう聞きかじった人からすると、なんやねんお前肉食べたくないんかとか、そう言われるんですけど、僕ちっちゃい時から食べてないから、ちょっと食べる文化がないだけで、別に食べてもえっってなるだけやからいいんですけど、うん、別にそういう僕がこだわってやめたわけじゃないので、そのよくいるベジタリアンとか菜食主義の人とはちゃうんです。菜食主義のおじいちゃんの孫やから家に出てけへんかっただけでなってるんです。だから嫌なんですほんまは、うん、僕も普通に食べたい。それなんでか言ったら、食べたいんじゃなくて、肉食べへんっていうこの生活を40年続けてると周りに気使わすんですよ、うん、やっぱこの先輩らにご飯ごちそうになる、ほんだらもう僕なんか別に何でもいいじゃないですか。そうやのに、あ焼肉行こう思ってたけど小屋ボールから、ほんなら魚のとこしようかって、いやいやいやいいっす、いやいやいやお前そんなお願い、いやいやいやいいっすいいっすいいっすって言って、結局そういうお店になったりとか、なんとお肉の店に行って僕全然大丈夫なんですよ、もうビールだけ飲んでたらいいから。そやのに、あ小屋ボールな、ほんだらお前サラダ食うかとか、ほんだらトマトサラダと豆腐サラダ頼むかって、いやそんな葉っぱ食べたないとかなるけど、やっぱ周りの先輩に僕ごとき気使ってもらうんですよ。前田宮迫さんもジュニアさんも兵頭さんも宮川さんもレイさんも、まあおしなべてこう気使っていただくので、もうだからめっちゃ嫌やなと、もう気使ってもらう、よその人に気使ってもらう、ほんま嫌やな思ったんですけど、うちの娘に好きな食べ物何言うて、3歳か4歳ぐらいの時ですかね、トマトとか言うんですよ。あやっぱうちの子やなと、うん、で他何好きなんで、イチゴとか、あのツナとかも好きやけど、まあギリ魚、あそうなんや、へえとか でもうちの娘には食べさせてるんですよ、お肉は。普通の人生送ってほしいから、でも好きな食べ物何だ、トマトとかレタスとか言うの、いやそうなんやって言ってたんですね。ほんである時僕公園行って、ママ友の人とたまに会う人ですから、こんにちはって、もううちの娘が砂場やってるからおったらちょっと離れてたんです。ほんであのママ友が、あのうちの娘マオナって言うんですけど、マオナちゃんって優しいですねって言うから、え、なんでですかって、いやこの間ねと、私マオナちゃん好きな食べ物何って言ったら、あのな私なほんまはなお肉が好きやねんけどな、パパお肉食べへんやろ、せやからパパにはトマトって言ってんねん、パパにはナイスナイスそのまま走ってったらしいんですよ。4歳の子供にも気使わせるやん思って、最悪な家生まれたなという話です。僕が一体何人に間違われてるかと分かったという話をしたいと思います。自分でも一体何人に間違われてるのか、もう答えを知りたかった。なるほどね、自分の中でも、はいはい、まあまあいろいろあったんですけれども、例えばインド料理屋行きましたら、あの僕のとこだけあのナイフフォークスプーンだけ出てこないとかあったりとかね。ああなるほど、それで食べるの、何回かのスープ僕の分もみたいな、おおみたいな、インド人じゃないと、うん、で、まあ、付き合ってた彼女に、うん、美味しいスリランカ料理があるから一緒に食べに行こうって言った時、なんかもう彼女は美味しそうに食べて僕だけ汗だらだらかいてるんですよ、うん、何やこれここからないみたいな、でこの彼女の分食べたら味違うんですよ、でどうやら聞いたらスリランカ人用の味にしてくれる。
や、まあ、けどそれ食べれたし、まあまあスリランカ、まあまあまあスリランカ人でもないんかなみたいな、ようやくこれ答えが出た時がありまして、あの凱旋門賞というあのフランスで行われる大きな競馬のレースがある、それはねドバイ行きの飛行機に乗って、そのドバイからフランスに行くんですけども、そのドバイ行きの飛行機に乗ってる時にあの紙配られまして、なんかパスポートナンバーとか書くやつあるじゃないですか。ほんでそれネームって書いてて、こうなんか名前とかこう書いてたんですよ。で隣のスタッフの人はなんかスラッスラ書いてるんですよ。何やこれって。で僕の方とかはなんかネームは分かるんですけど、他の項目がねなんかもう分かんないですよ。でだから何やこれってなって、隣の見てここのスペースがこうで、えってなって、これ何やって、なんで俺の書きにくいってこう見たら僕でアラブ語書いてあった。